はい、どうも。超久しぶりのアンダーテール実況でございます。投稿自体は1ヶ月しか空いてないんですけど、本当に実況するのが4ヶ月ぶりですね。あれ、ストックなので。うおー、びっくりした！本当は30分ぐらいお久しぶりですねっていうトーク回して、懐かしさを噛み締めたいところなんですけど、そうもいかなそうなので、とりあえず電話に出ていきます。遠くに建物が見えるよね。あれがコア。この世界の電力が作られる場所だよ。地熱を魔法のエネルギーに変える仕組みで。まあ、細かいことはいいとして、とにかくあそこが目的地。コアにはアズゴア王の城に直通のエレベーターがあるの。それに乗ってお城へ行けば、お家に帰れるよ。じゃあもう結構ラストの方にいるんだ、俺って。結構進めたんだな。俺のアンダーテール実況全然進んでないつもりでも。R1 って書かれている。ライト、レフトとか関係あるのかな？とりあえず乗っていきますか。お、エレベーター。地下の国にエレベーター。なかなかメカティックな場所ですね、ここは。レフト1とライト2がある。ライトからレフトに行けたりすんの？これ。はい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 。ワープ型エレベーターということですかね、これは。おー、なんかレフト1に着いたよ。ここどこだろう。そういうことか。ラボの前に戻ってきたんだね。L1 は、じゃあラボの前に行くということで、じゃあライト2でいいのかな？向かっていきたいと思います。さあ。なんかいるよ！炎のキャラクターかな？こんにちは。いや、俺の名前はヒードフレームズマン。覚えといてくれよな。多分、1秒後には忘れてると思う。どちら様でしょうか？はい、ということで、サンズいる！この子は？ホットドッグ大好き！そういえば、あの小屋の屋根にはどうして雪が、ほんとだ！サンズの小屋雪が詰まってる。なんでなんだろうね。火山ちゃんだ。こんがり焼きたて。かわいい火山ちゃん。よう、調子はどうだ？ホットドッグ買いかい。30ゴールドポッキリ。お、欲しいです。毎度あり。ほら、ドッグだよ。そう、ドッグ。大丈夫？マジのドッグとかやめてね、ホラー展開。ホットドッグを略したんだ。ちょっとね、メニュー開かして。絶対なんかさ、ホットドッグ、。これ何？20HP 回復。もうじゃあいいや。ウォーターソーセージで代用されてるんだ。ちょっとおしゃれな感じだね。はい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 。さて。なんか歯車みたいなものが回ってるけど。アルフィが写真を追加。女子会ナウ。あ、友達いたんだ。友達いたんだは失礼だけど。猫耳少女のフィギュアをインスタント名の隣に並べた写真だ。あー、友達ってそういう、ちょっと悲しくなってきて。おっと！ハイロープがひょろっと現れた。なんだろうね、この、なんとも言えないキャラ。うん。なんとも説明しがたいキャラが出てきたんだけど、おっと危ない。久しぶりのアンダーテールすぎて戦いを押しちゃったよ。行動でいいんだっけね。行動で、なんか、適当に分析とかしていく感じなんだっけな。アタック29、ディフェンス14。いたずら好きのモンスター、熱ければ熱いほどいい。あ、そうなの。熱ければいいっていう問題でもないと思うけどね。どうだい？熱いだろ？おーな、あ、これ、オレンジは動くだっけね。オレンジに当たってないよ。白に当たっちゃった。あ、よしよし。よしよし。まあ。最初だからこれぐらいのダメージはよしとして。クールダウンさせればいいのかな？それともっとヒートアップさせればいいのかな？わかんないけど。うわー、文字が震えてる。設定温度を上げた。パイロープはワクワクしている。ホットホッター、ホッテスト。三段活用だね。うわー、すごい。ゆらゆらして見にくい。これが蜃気楼というやつかな。あ、当たっちゃった。5攻撃はちょっときついかもしれないね。じゃあ、ヒートアップ。うわー、やばいことになってるよ。設定温度を上げた。めっちゃ熱い。パイロープは満足げだ。あ、満足げマジで逃がしてくれそう。ほんと？大丈夫？なんか変なボム来たよ。これ当たっちゃう。なんか攻撃範囲広くない？ちょっと待って。攻撃。オープン。見逃せる。あー、死ぬかと思った。怖すぎでしょ。うん。久しぶりのバトルなんか、だからもうちょっとお手柔らかにしてほしい。何これ？クール、スケレトン95？何？ホットな写真を見せてやる。イケてるダチとのチューショット。誰だよ。あ、パピルスの写真？あ、パピルスも SNS やってたんだね。筋肉もサングラスをかけてる。マジか。パピルスに筋肉ってあるのか？何これ？ナップくん！ナップくんす、もうもちろん追加する。ナップくん、あー、ツンデレ化しちゃいそう。あ、ナップくん承認しましょうね。リクエストはとぼとぼの画面の添えて消えていってしまう。なんやねん。フォローしたかったのにな、ナップくん。エプロンが落ちている。どうする？あ、拾いましょう。多分これ、防具とかかな？エプロンは。確かフライパンみたいなものがあったから、
逆にこれ防具なんではないかと。インフォ見てみましょうか。アーマーか。よしよし。2ターンごとに 1HP 獲得。おお、強いね。なかなか。強いのかわかんないけど。まあ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 。持久戦には結構使えそうだね。よし。では、ベルトコンベアの向き的にこっちかな。おっと？もしもし、アルフィーです。ここのパズルは、タイミングが重要で、そこにスイッチがあるでしょ？あー、そういう感じ。3秒以内に全部押さなきゃダメなの。私が合図する、してアシストするから、OK です。あ、なるほどね。チュートリアルみたいな感じでうまくやってくれんのかな。やってよ！やってよ！で、ね、アルフィー！ちょっと、こっち向きながら、こうこうもう、ねえ何やってんの、アルフィー。最初の2つでいいんかい、しかも。何何なかなかドジっ子みたいだけど。遅いんだよね。ちょっとラグがあるんだよね。はあ、またやっちゃった。もうパズルのヒント出す。もうやめ。うん。そうした方がいいと思います。プルルルル。もしもし。ちょっとトイレに行ってくるから席外すね。うん、大丈夫、大丈夫。俺だけでできるから。あなた一人でもきっと大丈夫だよ。よし。矢印の方向に飛んでいくみたいな感じかな、これ。どういうこと？あ、一旦終えるごとに位置が変わるんだ、これ。そういうことか。はいはい。ちょっとやりづらいけどね。あ、こっちか。うわ、ちょっとやりにくい、これ。うわ、どうしよう。あー、そういうことね。真ん中のボタンを押すと、設定位置が変わっちゃうんだ。だから、どうしようか。あ、ここで一回踏むのいいんじゃない？で、こっち行って、上がってって、いいんじゃない？よし、行ったよ。行ったよ。ひねくれてる僕にはなかなか簡単でした。はい。では、セーブポイント。嘘、キスミュー2の方が一より人気あるのだが、そのキスミュー何？わらわら。みんなセンスなさすぎ。オタクついですね、これが。いつかネズミはコンピューターの金庫をハッキングしてチーズを食べるかもしれない。まあ、確かにネズミの脳は、人並みだって言われますけどね、どこのデータかわかりませんけど。いや、人並みかどうかはわからないけど、ネズミだいぶ、なんか実験台に使われるほど頭がいいんだって？よくわかんないけど。チーズ、レーザーで少し溶けてテーブルにくっついてるだと。どういう状態だ。電子レンジ。コンピューター制御のレーザー金庫の中にチーズが入っている。おお。レーザーで少しと、あー、これ調べたやつなの。オッケーオッケーオッケー。2はミュウミュウのキャラが完全に崩壊してるし、まあ、どんどん最新作が更新していくにつれ、キャラクターが悪くなっていくっていうのはまあ、あるあるだから、アルフィも受け入れるしかないと思うぜ。キスミュウ2のレビュー。キスキスキューティーミュウミュウって言うんだ。2を名乗る資格なし。星0。なかなか酷評だな。はい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 。進んでいくよ。進んでいく、なんかパイプみたいのから煙で、え？あ、ちょっとそこのあんたちょい待ち？誰？あ、お前らか。さっき匿名の通報があってさ、横島のシャツを着た人間がうろついてるってんだわ。しかもその人間は今ホットランドにいるらしくてさ、マジおっかなくね。まあでも、心配すんなって。今安全なとこに連れてってやるからさ、嘘でしょ？ドンカンちゃんですか？あ、どうした兄弟。こいつが着てるシャツ？それがどうしたか？うん。横島だね。なあ。お前も、同じこと考えてるのか？マジかよ、やべえ。俺ら超絶バカじゃね？悪いんだけど。俺らあんたのことぶっ殺さねえとだわ。あ、やばい！命の危機。もうごっつい。あ、ごっついけど戦闘 BGM が。あの、通常モンスターと一緒だから、ちょっと安心だね。何これ？RGO2、RGO2、はい。キスキスミューミューとは関係しているのかな、これ。自分の気持ちに、何の話？なんか、囁くっていうのをおっしゃったんだけど、正直になる。てか、どういう意味だよ。チームアタック。で、どういうこと、これ。あ、ちょっと難しいね、これ。ちょっと待って、やばい。早いからビチャビチャ飲んどくか。オッケー、スピードアップ。これでオッケーでしょ。つか、お前の魂くんね。アズゴア王様に、ちょっとあれですね。渡すんですね。ダメですよ。魂。え、ちょっと待って、RGO1 は、ちょっと分析していこうか。アタック30、ディフェンス20。うわ、やば。ロイヤルガードのメンバー、ピカピカに磨いたアーマーを装備。あ、ロイヤルガードなんだ。てか、死ねよっつうこと、口悪いな。口悪いですよ。おいたかすぎますよ。これ横にいれば安全なんじゃね、今気づいたんだけど。R、ちょっと待って。体力やばいから一回回復しよう。インスタント麺。よし。鍋に水入れて火にかけるところからやんの？え？ 3 分待てっていうの？ここから。嘘でしょ？
お湯が沸いた。鍋にラーメンを入れた。ラーメンが茹で上がるまで。あと、嘘やん。しかも4分のタイプだった。ちょっと美味しいやつね。ラーメンが茹で上がるまで、あと3分。もう早くして。戦闘中なんですけど。ラーメンが茹で上がるまで。あと1分。ようやく来たよ。できた。あまり美味しくないんかい。粉末スープを入れた。ちょっとマシに。粉末入れないとただの夢だからね。8回復した。今のいる？横にいればこれ安全説あるからね、ここ。安全！安全だね、ここ。あ、強いポジション見つけた。R202 は？同じ。キツキツのアーマーを着たロイヤルガード。ほう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 。ふん。ちょっと愛想悪いのと、ひょうきんなやつがいるんだね。オッケー。うわ、危ない。今の当たってないんだ。アーマーこっち磨ける？あ、アーマーをきれいにした。冷却効果のある泥が洗い流されていく。お、熱くなってきた。つかお前の魂いくね。お、いいんじゃない？回復？回復？回復関係ないんかい？回復関係ない。関係ないよ。なにもう我慢できん。どうした？アーマーが薄すぎる。おー。ん、どうした？左のやつ。見てはいけないようなもの見た反応してるけど。何かが気になるようだ。は？え？ささやく？自分の気持ちに正直な、ここ？これ？その？は？あ、やばいよ！やばい！あ、避けていく！避けていく！避けていく！あ、攻撃が避けていく！なんだこれ？え？なあ、なあ、俺もうダメだ。俺もう耐えられねえから。俺もう我慢できねえから。てか、ゼロツー。嘘でしょ？俺、お前のこと、好きなんだよ。戦う姿も話し方も。俺、お前とチームアタックやるのが大好きなんだよ。お前とぴったり同じ動きでソードをゆらゆら動かすのも。ゼロツー。俺、これからもずっとお前とこうしていたい。これは、いや、その、なんつって冗談だって。ゼロワン。これが終わったら、アイスクリームでも。食いに行くか。お、いいね。え？何この BL ラブコメ展開。逃がせるんだけど。あ、なんか僕がなんか邪魔しちゃってるみたいですね。はい、はい、とっととんずらこきます。はい、100ゴールドもらっちゃったよ。あ、お幸せに。バイバイ。あ、なんという衝撃的な終わり方。あ、ちょっとセーブポイント戻っていいですか？体力やばいから。アルフィ。やば、人間のことほったらかしだった。トイレ行くって事前に聞いてたから大丈夫なんですけど、何？見てると仕事を忘れる番組トップ10。もう いちいち出すの。ね、いちいちツイート飛ばしてくる感じのやつ。え？何？ここ。めっちゃ真っ暗なところ来たんだけど。謎の場所かな？ああ。ごめんごめん、お待たせ。また真っ暗だね。でも大丈夫。私のハッキングスキルで何度かできるから。どこ？どこ？またテレビ番組始まってんのかな ?2。突然のパズル起動を。あ、もうどうでもいい。どうでもいい。おー、イエース。テレビの前の素敵な皆さん、こんばんは。どんな声か忘れたわ。前回のキャラ設定忘れちゃったわ。今夜のメタニュース、キャスターのメタトンが生放送でお届けします。現在、ホットランドの東エリアで何かが起きている模様です。番組の特派員が現場から生中継。レポホタさん、何か入手のネタになるものを見つけてください。10名の視聴者の皆さんが待ってますよ。あ、俺がなんかする感じ。俺がレポーターなんだ。はいはいはい。地元のスターメタトンしたのが気になっちゃうな。バスケットボールは爆発的人気を誇るスポーツ。ただ残念ながらそのボールでは試合はできません。それはメタスポーツの新製品ファッションボール。あ、おしゃれグッズなんだ。なんかパピリス肩につけてなかったこれ。レポート。いやー。バスケットボールに深掘りすることないんで、はい、大丈夫です。飛んで火になる、もういいです。はい。なんかあるよ、水みたいの。なんと！これは何の変哲もないコップに入った水。とはいえ、ひねりを聞かせればどんなものでもトップニュースのネタになります。レポートのネタをしっかり探さないといけないね、これ。お！映画の脚本、なぜそんなところに？あ、もうこれ取り上げちゃおう。これ取り上げちゃ、いや、他のものも一回調べとくか。はい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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、はい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 。ちょっと待って、他のものも気になるから、はいはい。もうお前、語りが激しい。ちょっと待って、もう他のやつがある。危なかった。あわや、ただで宣伝できてしまう。あ、じゃあいいや。もうやだ。うん。これは取り上げねえわ、俺。なんかバリアあるよ。ジャーナリズムの法則。エリアは危険なフォースフィールドに包まれている。あ、これは大変だ。なにこれ。
ダイナマイト級の名作、アンダーテールとか言わないよね。4分の3ぐらいプレイしてないと私は登場し、アンダーテールじゃん。私も大好きな一本です。プレイヤーの心癒す天から舞い降りたイケメン、あ、絶対、全然違ったわ。それがメタドンだ。ちょっとこのアンダーテールみたいなの気になるな。2回見た方がいいシステムなんだっていう。あ、びっくり箱。受け取りに、あー、え、ちょっと待って、これめっちゃ気になるんだけど、開けてみるしかありません。え、ちょっと待って、え、カットされてんだけど、え、無理やりレポートされそうになってないこれ。もっと探したいよ。あ、やばい。あ、離れられた。よかった。なんかいるいる。センセーショナル。明日の新聞の一面トップは、犬、この世界のどこかで発見される。これはどんな緊急ニュースもぶっ飛ぶインパクト。いいや。いや、びっくり箱開けてほしそうだったな。これにしよっか。うん、俺への、心温かいプレゼントだろうね。視聴者の皆さん、どうやら現場のレポーターがプレゼントを見つけたようです。では、開封の儀を生中継。あ、この中身は何だろうな。何これ。え、何このチカチカしてる黄色いの。外れ？あ、違う、爆弾だ。あ、一瞬導火線見えないから。なんか、火花みたいのがパチパチなってるだけかと思った。爆弾じゃん。どうやら今年は一足早くクリスマスがやってきてしまったようです。最近のサンタは爆弾をプレゼントするんですね。しない。まあ、なんと気の利いたギフトでしょう。気が利いてない火までつけていただいて、よくプレゼント箱燃えなかったな。でも驚くのはまだ早い。ここでこのエリアの他の部分も見てみ。え？全部爆弾やんけ。犬も爆弾なのこれ。ははは、犬の尻尾に火ついた。え、バスケット。え？私の、うわぁ！え？もう他にも爆弾あんの？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。何秒以内だけ爆弾を解除しろって。オッケー。大丈夫だよ。あんたの携帯に爆弾解除機、どんだけ便利なの俺の携帯。爆弾解除ゾーンに入ったら解除押すだけ。オッケー。よし、了解です。爆弾解除ゾーンに入ったら、これ。あ、そういうことか。どういうこと？解除ボタンでどこ？こういうことだ。攻撃すればいいんだ。オッケー。ちょっと待って、なんか攻撃の仕方が特殊だからさ、ちょっと、できなかった。ね、めっちゃ飛び回ってんだけど、ね、91秒とか、無理じゃん、こんなの。めっちゃ水飛び回ってるしさ。あ、こっちにも行ける。で、こっちにも行けるのね。ちょっと待って。いいよ。あ、動いちゃった。避けられた。オッケー。解除できる。で、むずい。むずすぎる。あ、いった。解除できた。これ、フライパンっていう武器強いかもしれない。何連続か攻撃できるんだろうね、多分ね。うわ、強い。この武器最強だ。よし。このままいけ。めっちゃちょろちょろ動き回ってるよ。はい。で、これ何？あ、またこれ普通の爆弾なのかな？行くよ。あー、無理だった。タク？なんだって？チクタク。あ、やばい。え？ちょっと待って、35秒。難しすぎない？むずすぎない？いや、ちょっと待って、逆に難しいかもしれない、これ。いや、避けてんだろ、これ。いや、ちょっと待って、あと8秒。あ、いった。あ、解除できた。え、ちょっと待って、でも秒数ない。あと8秒。ちょっと待って、プレゼント。ちょっと待って。おりゃ、避けられた。ちょっと待って。うわ、いった。あ、ちょっと待って、いけるこれ。ねえ、これいけるわけないと思うんだけど。ねえ、ちょっと待って。うわ、バスケットボール。あ、いた。あと3秒。いった。あと2秒でいけるわけない。え？もういいの？あ、もう、え？あ、電磁フィールドの中に水を閉じ込めた。え、マジ？え？これ？あ、違う。あ解除できるわけない。あ、なるほど。最後は水を閉じ込めてくれるから最初は気にすんなってことだったのね。うわ、最悪。残念。3分以内に爆弾を解除できませんでした。君にはあの、で、バカでかい爆弾でコッパみじんに吹き飛んでもいただきましょう。嘘やん。お待ちかねじゃない。グッバイ、子猫ちゃん。え、嘘。え？不発かな？あれ？どうやら爆弾は不発のようだぞ。長いセリフを言ってる間に、あれとかこれをあれして、ハッキングしてくれたんだね。アルビー！おー！
さすがアルフィ。どうもありがとう。それでは、See you next time! アルフィ、さすがアルフィだ。でも、悪いのはメタトンで私のせいじゃない。アルフィはよくやってくれたよ。ここで弱気になっちゃダメだよね。やっとあなたのガイドとして自信がついてきたんだから。あのムカつくロボットから私が守ってあげる。それにいざとなったら、後ろの。何？え、何後ろの？めっちゃ気になるんだけど。まだ携帯の進化形態が残されているみたいな、そんな感じかな？いやー、とりあえずひとまず、めでたしめでたしだね。はいはい。ちょっと下が回んなくなってきたよ、ほんとに。あ、こっちに行けるようになったって感じかな。オッケーオッケーオッケー。手に汗握る戦いですね。マジでコントロール汗でびちょびちょだよ。ねえ、さっきからあまり喋らないよね。もしかして、あずこは似合うから緊張してる？いや、もう疲れた。大丈夫だよ。王様はとてもいい人だから。話せばきっと分かってくれるって。それに、あなたは、自分の魂でバリアを抜けられるし、心配ないよ。そんな顔しないで笑って。まあ、みんなが言うんだから、本当に王様は優しいんだろうね。でも、なぜ、人間を殺すのかっていうね、疑問が。誰一人として戻ってこなかったんでしょ、人間は今まで。行き先は、うわ、めっちゃある。レフト1が確かラボの前だったから、レフト3だね。よし、行きましょう。ワープ式エレベーターめっちゃさ、便利だよね。来た。わ、なんかまた、あ、なんか雲みたいな子がいるよ。雲の巣引っかかってんね。これは強力な魔力を宿したブレスレットのようだ。ほう。と思ったらただのクロワッサンだった。クロワッサンに見えるかな、これ。スパイダードーナツ弾力があってよく弾みそうだ。フィルムへようこそ。スパイダースイーツを一ついかが？なんか言ってる。売り上げは全部、あ、こいつだったのか、スパイダースイーツの、なんか、ね、各地にっていうか、遺跡にしかなかったけど、置いてきたのご苦労様です、遠くまで。はい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 。スパイダースイーツ即売会、売り上げは全額本物の雲に寄付されます。こいつに寄付されるのかな、そういうわけじゃないのかな。か、買っちゃった。ドーナツ買っちゃったよ。本当は欲しくなかったのに、いらないって言ったのに、あの女の子が怖い目つきで睨みつけて舌舐めずりするから強い。あー、怖そうだね。あー、怖いね。このメスガキかな。めっちゃ怖そうだね。はいはいはい。スパイ、高っ。9999ゴールド。買わないよ。買うわけないじゃん。買えないよ。もう行こう。もう話になんね。おっと、なんかパズルエリア来たよ。もしもし、アルフィです。ここはさっきのエリアと同じで、北と南にパズルがあって、両方クリアしないと先へ進めないよ。あれかな？パズルの答えはあまり教えたくないんだけど、ヒントが欲しくなったらいつでも、了解です。ん？アンダーネット？ほうほうほう、フレンド登録。そうすればいつでも連絡取れる。ほうほうほう。もうフレンド嘘でしょ？あ、そう、ああ、ツイッター的なのがアンダーネットだったんだね、そういうことが。キスミュー2はクズだと思うよね。はい。よくわからんけど、とりあえず便乗しとくわ。何このパズル、ちょっとマジでわからないんだけど、行き先が。とりあえず、右に進んでいけ戦法で。あ、うまくいった。え、これでいいの本当に。え、あ、鍵がかかっている。あ、パズルを解かないといけないんだね、まずね。ちょっと上が怪しそうじゃなかったこれ。とりあえず上に向かっていきたいんだけども。いける？あ、いけるいける。意外と簡単にいけるね。ここはなんだ？おっと。あ、火山ちゃんと積んでる飛行機だね。あ、最高の属性だ。とりあえず、これ逃がせないか見て、OK。これちょっと、やばいな。積んでる飛行機は、くどいて、たくましい方向尾だね、と伝えた。変態！あ、やばい！ちょ、これカオスなんですけど、やばすぎるんだけど、カオスすぎるんだけど、あとスピードがめっちゃ上がってる。やばい。火山ちゃんは、どうしよう。抱きしめてあげよう。かわいいね。あ、心が熱くなった。ディフェンス下がっちゃった。あ、やばい。あ、かわいい。でも、火山ちゃんがかわいい。火山ちゃんかわいいな、これ。火山ちゃん！嘘じゃん。あ、かわいい。火山ちゃんかわいいんだけど、やべえ、ナップくんの次に押しちゃう。やばい。火山ちゃんかわいい。あ、こんなこと言ってる場合じゃないのに。逃がせる。よし、火山ちゃん逃がした。オッケー。一体ずつ処理していこう。これ。え、何その急に本気出してきてる感じ。やばい、火山ちゃん抱きしめちゃったから積んでる飛行機が。やばい。嫉妬しちゃってる。翼幅が素敵だね、と伝えた。変態！あ、喜んでくれたのかな？よし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 。所詮お前は積んでるだ。あ、やばい！あ、やばい！すいません、失礼しました。え、逃がせないのこれ。くどいてみよう。もうちょっと、くどいてみよう。君のタービンは素敵だね。な、変態！
喜んでいただけてよって何よりです。あ、嘘嘘ごめん。あ、カザンちゃん抱きしめます。何回このくだりやるんですか。かわいいね、カザンちゃん。ちょっと待って、ね、ちょっと待って。あ、避けれてる。よしよしよし、神回避で、これで逃がして、で、積んでる飛行機嫉妬しちゃってるから、嫉妬気をつけて。あ、やばいやばい、難しい。これ近くに寄ってみる。これ近づきすぎない程度に。あ、あ、し、あ、よしよしよし、飛行機が、よしよしよし、温かい心を取り戻してきてくれ。あ、オッケー、ほっぺ真っ赤に入れたんじゃない。え、まだ逃がせないのこれ、やばい。これで口説いてみる。あ、ちょっと、あ、分析しちゃった、ごめん。あ、ちょっと、あ、ちょっと、ねツンツンしないで。あ、ごめんって、俺が悪かった。ちょっと待って、口説いてみよう。よしよし、ウィングレットが可愛いね、変態。いや、いけるはず、いけない。あ、もういける。まだ逃がせないの。え、ちょっと待って、もうちょい近くに寄る。よし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 、人間、よし、いいよ、俺は人間さ。あ、もう、ほら、惚れさせたよね、こいつ。もう、口説き終えたよね。よしよしよし、オッケー。はあ、なかなか疲れる恋愛シミュレーションゲームですね。で、これは、あー、これパズルを動かして、一つしか溜まないの、これ。どうすべきですかね、これは。よし、いった。オッケー。でもなかなか難しかったな、これ。ということで。うわ、なんかいる。お気に入りのメタトンアクション TM は最悪の状況でポーズを決めるとき。料理番組で卵の焼きかけをミスったときとかね。どういうこと？メタトンアクション。敵に寝返った裏切り者を倒すこと。クイズ番組とかでね。ちょっと何言ってるかわかんないですね。これでもう解除されたのかな？一番下はいけないようになってる感じ？あー、まだ下ある感じだ。オッケー。両方ともパズルをクリアしなきゃいけないみたいな感じだね。オッケー、よし。え、なんで？あ、ちょっと。うわー、食らった。これは止まってれば大丈夫。あ、これ動いてる安定になるのひどすぎでしょ。ちょっと待って。よし、いった。危ねえ。もしもし。あのね、全然関係ない話するんだけど、すんな。今度一緒に人間のアニメ。俺が人間なんですけど、俺に話聞くのが一番いいと思うけど。キスキスキューティーミューミューっていうのは、それ人間の話なんだね。いいよ。本当に？すっごく面白いの。一番好きなアニメなの。ミュウミュウっていう人間の女の子が出てきて、逃げてるんで、もう出た、オタク特有の早口。もう今度教えて。めっちゃ長いよ。キスしか頭に入ってこない。はい、最後はミュウミュウも気づくんだ。マインドコントロール。もう何の話してる？まあ、多分ハマると思う。俺って単純だから。とりあえずこのパズル解いていきましょうか。弾何発使えるのこれ。一発ね、オッケー。これ、あ、こっちが圧倒的に簡単すぎた。いや、そんなことはないぞ。こうだ！よしよしよし！オッケー！いや、どっちのステージも難しかったな。どっちもどっちって感じがしたぞ。では、なんかサボテン！わざわざ止まって鼻の匂いを嗅いだ。何もないの？止まった意味は？まあいいや、とりあえず進んでいこう。よしよしよし。もういちいち突っ込んでたらキリないですからね。よしよしよし。このまま行って。あ、違う、そっちじゃない。はい。はい、いいよ。テンポがいいよ。ワン、ツー、スリー。よーし、行った。で、ここ進めるようになってる感じかな。うお、すっげえ。すっげえ派手。派手派手だぜ。お！蜘蛛の巣に甘い、匂いがあたりに充満している。決意がみなぎった。よし、セーブしましょう。この先、ちょっと雰囲気が変わってるようですが、蜘蛛の巣？めっちゃ雲！何これ？あー！蜘蛛の巣だ、ベタベタしてる。ふふふふふ。ねえ、聞いた？何よ？俺何も聞いてない。横島のシャツを着た人間がもうすぐここを通るんですって。え？しかも人間は蜘蛛が大嫌いなんですって。まあ、人にはやる。人によるね。うん。まあ、あんまり好きな人はいないかな。ま、虫の中ではマシの方だと思いますけど、人間は蜘蛛を踏み潰すのが趣味なので、とんでもなく趣味の悪い、クソほど性格の悪い陰キャだけですよ。蜘蛛の足をちぎるのが大好きなんですって。そんなことないって。そんなもん見たらね、もう余計なんか蜘蛛なんて触ろうなんて気起こらなくなるから。それに人間は、さっきのメスガキ。ものすごくケチなんですって。ダッサー。
ふふふふ。あなたのグルメなお口には私たちのスイーツ合わない。ふふふふ。くっさ。それはどうかしら。あなたのお口は。くっさ。私のドーナツの隠し味にぴったりよ。メスガキを頑張って出そうとしてる俺ちょっときついな。マフェットに取られた。あ、ちょっと待って。あ、めっちゃオシャレな BGM。ま、アンダーテールは、全く知らないわけじゃないんで、この曲知ってるんですけど、めっちゃオシャレ。てってん、てってん、てってってん、てってん、てっ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 てん、てっ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 てん。あ、もがく分析10ゴールド払うっていうのがあるよ。はい。分析してみましょうか。お家に誘われたらご用心。ほう。あら、どうしたのそんなブルーな顔して。わ、あーな、なに、紫になっちゃった。あ、この3点しか移動できないよって感じ。うわー、なんかまるで本当に雲みたいになっちゃった。紫の方が似合ってるわ、うふふ。まあ俺も実を言っちゃった紫色の方が好きなんですけどね。何？あ、次はとか出てきてる。怪しい紫の雲糸に捕らえられた。はぁ、あ。もがく。よじってみた。マフェットは口に手を当ててクスクス笑っている。嬉しいわけあるかよ、こんなん。何？うわぁ。もう急なボス戦で俺マジで戸惑ってるよ、これ。あ、でもこういう類のゲームは得意だから。何？マフェットは雲たちとシンクロダンス。10ゴールド払ってみる、これ。このターンのマフェットの、あ、攻撃が弱まるんだ。もうすぐ美味しいケーキになれるのに、うふふふふ。おー、そうなのか。いや、もういい、もういい。ねえねえ、攻撃弱くなったとか言ってるけど。バリバリ強いんだけど。あ、でも本当だ、攻撃力は下がってるね。よしよしよし。いや、40ゴールド払いたくない。逃がしてあげるわけないじゃない。わ、なんとか生き延びた。なにこれ次は。なんか目ん玉みたいなやついるけど、右。一回40ゴールド払ってみる。一旦限定なんだ、これ。うわ、クソ金にがめついメスガキ出てきたんだけど。やだな。あなたの魂で雲たちはみんな幸せになるんだから。はい。ちょっとね、移動が遅すぎて困ってる、これ。移動が遅すぎて困ってるよ、これ。次何？このカップケーキみたいなの。カップに雲がお注いでくれた。いらん。分析してみよう。分析する必要、何この38.8 っていう微妙な数字。18.8 っていう微妙な数字。何？私のペットを紹介するわ。朝ごはんの時間ね。二人とも仲良く、誰？なんか新キャラですかね、これ。新キャラ登場的ななんかで、やつですかね。はい。めっちゃ簡単な、なんか、攻撃なんですけど、めっちゃ単純、うわぁ！カップケーキの化け物。わぁ、そっち、ちょっと待って。はい。冷静に対処できない。あぶんな。怖すぎだろ。はい。いやー、もうやだよ。ほんとに。あなたのことを教えてくれたモンスターは？俺、誰だ？俺のこと売り上がったモンスターは。ちょっと待って。誰だ？俺のこと売り上がったモンスター。ちょっと待って、やばい。ほんとに、体力やばい。シナモンキー。はい。あなたの魂を取ればお金をたくさんくれ。誰やねん。でも、今敵があるやつと言ったら、メタトンしかいないから、あいつだな、メタトン。殺戮ロボットだけど、あいつモンスターって呼んでいいのかわかんねえけど。ロボット、機械ですけど、はい。やばいな、こいつ。あー、もっとなんか、持ってくればよかった。いろいろ、回復アイテム。あー、むずい。あ、これ真ん中、安全地帯かと思ったんですけど、何このクロワッサン、ブーメランみたいになってるんだけど。はい。次、クロワッサンかい。あ、所持金、ラッキーセブンや。めっちゃなんか縁起がいいんだけど。はい、体の形が変わるところが見えた気がするのよね。わい。わー、クロワッサン。ね、こんなん避けられるわけないじゃん。ああ、やばい。一発食らっちゃった。次、カップケーキ。カップケーキご用心。よし。もう、どんどんもがくよ、俺は。俺は、もう、くどいたりできなそうだから。どんどんもがくよ、俺は。あ、やばい。このターンの後にカップケーキくんの、ちょっときつくない？きついって。で、これ上に先に登っといたもん勝ちだから、上に登っといたもん勝ち。よし、雲みたいに這い上がる。雲みたいに、うまいぞ、これ。これ、ノーダメいける。よし、うまいぞ。うわ、危ない。怖すぎ。体をよじってみた。しかし何も起こらなかった。あれだけのお金があれば、雲一族はまた一緒に暮らせるわ。何？相当金持ちなんだろうね。やっぱメタトンなんじゃないの？番組とか開いてるから。そんぐらいのお金持ちなんじゃないの？ってことじゃないの？何この右の、ダブル目玉親父みたいの。何？分析して、お家に誘われたらご用心。はい。遺跡には雲たちがずっと閉じ込められているのよ。かわいそうに。わーお。
見ろ見ろ見ろ、あ怖い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 。ちょっとなんか食っとく？曇った目がね、ホットドッグしか食えない。ちょっと待って、なんか犬みたいな声したね、ホットドッグ食ったら。ちょっと待ってね、マジで集中してないとこれ死ぬよ。神レベル1死んだらめっちゃダサいよ。避けろ、集中しろ、集中。今だけはちょっと実況忘れさせて、集中させろ。よし、ダブル雲、何ダブルスパイダー、残虐な男スパイダーマーじゃないんだよ。わーい、はい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 、集中集中集中、いいよ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 、よしよしよし。いや、よくないけど、まあ、避けられ、スパイダードーナツクロワッサン、めっちゃカオスじゃん。どうすんのこれ、何も起こらなかった。あらら、野球場でも建てようかな。まあ、夢見すぎだって、たかが雲の解放のためだろ。おいおいおい、それぐらいにしとけ、夢見すぎはマジで破綻するぞ。意外と楽勝だった。いや、そんなことはなかった。いや、ちょっと待って、ねえねえねえ、いつ進展するの。多分こうやってストーリーが続いていくけんの感じはさ、そのストーリー終わるまで待たなきゃいけないんだけど、ちょっときついな。空とのディナー、あ、俺食われる。でも何かしらの進展がそろそろあってもいいと思ってる。あ、食らっちゃった、やばいやばいやばい。で、次巨大雲が出てくるから、一気に上に移動、上に移動するよ。行くよ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 、よし、必死によじ登る。俺は雲になる。残虐な男スパイダーマン、あ、やばい、死ぬ。死ぬかと思った。まだ生きてるの？うふふ。雑魚、ダッサ、クッサ、ペットちゃんデザートの時間よ。なんか来た。遺跡の雲たちから電報？遺跡の雲たち？遺跡であなたを見たです。はい、僕。雲に寄付しました。僕。スパイダースイーツ特売会。売上は全額本物の雲に寄付されます。はい。雲の巣に7ゴールド乗せる。ちょっと待って。右の大きいのが気になる。18ゴールド。ああ、買えるじゃん。こっちの高い方買ってあげましょう。どうせ寄付するならね。大きい金額がいいから。私たちに寄付してくれたのね。私、すっかり誤解してたみたい。怖かった。てっきり雲が嫌いな人かと思って魂を奪えて人たちは、きっと別の横島のシャツの人間のことを言ってたのね。うん、それはあまりにも都合良すぎると思うけど。迷惑かけちゃってごめんなさいね。うふふ。お詫びに。またいつでも歓迎するわ。次からはお金もいらない。ぐるぐる巻きにしてペットターを飛ばせてあげる。うふふ、嘘嘘、冗談。怖いって。今逃がしてあげるね。ああ、よかった。よかった。こいつ本当に、こいつ本当にケチなんだな。ゼロゴールドだって。うふふ、雑魚。とっても楽しかった。また来てね。ダッサ。とんでもねえメスガキだったわ。ああ、疲れた。ああ、なんかポスターみたいな貼ってあるし。何これ、メタドンの最新オペラのポスター。運命の波に引き裂かれた不運な恋人たちの悲劇らしい。そろそろ開演の時間のようだ。なるほど。あ、ミュージカルか、開演されるらしいね。ちょっとなんか進展ありそうなんで、ここら辺にしときたいと思います、今回。はい。次回のアンダーテールの実況、お楽しみに。ちょっと今回はね、本当に、展開が急なものばっかりすぎて滑舌悪くなってしまったけど、皆さん、ご容赦ください。はい。では、ぜひ、次回の冷静な僕の実況をご期待ください。See you! 画面の前のツンデレなみんな、愛してるぜ。いや、痛すぎるって。